ハッピースクール。今アサモン教師の朝門教師だった朝門教師の面々が一堂に会して何かやばい問題でもあったのか。今日諸君に集まってもらったのは他でもない。ん、おいおい黒なぎ、なんてやばいことをやらかしたんだよ。え、うわ、みんな揃ってる一堂に揃っているという、割と圧の強い感じの雰囲気になってるぞ。あいよ、分かってるよ。そう、黒なぎ涼也のことだ。マジであいつのことか。何やらかしたんだあいつは。握り拳を作って叩く綾瀬先生。あいつさ、今回もぶっちぎりで学年最下位だ。どうしてくれ。黒なぎがいなけりゃ学年平均点が一回り上がるところが恐ろしいか。マジか、あいつそんなに平均点下げる鬼になってるやん。足引っ張っとるんや。よし、こうなったら愛の名のもと俺が体で教え込んで。教師が不純同性交友してどうすんだい。それぐらいの極限に関してやってもいいかもしれん。そうよ、やっぱり私が優しく教えてあげないと。お前もやろうとしてること同じだろ。ベクトルが違う人間やけどさ、やることしてることは一緒やな。あらあら、なんでそんなことわかるのかしら。お前らの日頃の行いじゃ。目が語ってるぞ。そんなことないわよ。誤解を解くためにこれから小一時間ベッドで語り合ってみないかし。新たな誤解が生まれるわ。いい加減にしろ。ほんのジョークなのに。ジョークに聞こえんからな。だったらマジな目で言うな。しかし本当に黒なぎをどうにかしないと朝門学園の学力低下を招くことになるさね。ああそうだな。そんなにヤバいやな黒なぎ。まあヤバいやつだからな。問題はそれをどうやって事前に防ぐかだが、誰かあの黒なぎの学力を底上げできる自信のある者はいないか。誰も声を上げない。そうだろうな、あいつだからな。絶対無理さね。だな、俺にもできん。だったらどうする。このままじゃ地域最低学力学園の座は確実よ。一つだけ方法がないわけじゃないんだけどさ。なんだ。え、何かあるかしら。まさか。そのまさかだよ綾瀬先生。どうするかい。黒なぎ涼也を退学させよう。わはははははは。黒なぎ退学の危機。ということを先生全員集めて話してるから、今の時間は自習なんだぞ。うん、バレてる、生徒にバレてる。まあなんだ、退学させられたくなかったら汗水垂らして勉強することだな黒なぎ。認めん、そんなの俺は認めん。いや勉強してないからだろ。認めないのはいいが、そのうち大変なことになるぞ。ああ、この教室から一人バカが消えるんだな。うわー、なんてこった。パンダこったとか言ってる間に勉強しろ。ちなみに本当に職員会議の内容がそのようなことかどうかは一般生徒である俺が知る余地もない。合ってるよ。ねえねえカズト。ん、なんだ。さっきひまわりの種拾った。お前はとっとこハムるだろうか。お前そうか、よかったな。今日のおやつは決定だ。大好きなのはひまわりの種。僕がひまわりの種食べなきゃいけないのさ。雑食かなと思って。
あまりにも嬉しそうだったんでな。気にするな。どうした、はるか。あのさ、もしもの話なんだけど。なんだよ。もしもさ、このひまわりの種を校庭に植えて、それで芽が出て花が咲いたとするよ。ああ。そしてまた種ができるよね。ああ。そしてその種をまた全部植えて花を咲かせてさ、またそれで種を植えるの。そしてそれでできた種をまた全部植えるのか。そしたらどれくらいで校庭いっぱいになるかな。そうだな、どれくらいなんだろうな。途方もくれるな、途方もないぐらいの時間がかかりそうやけどな。あら、何の話かしら。あのさ、僕ね、ひまわりの種拾ったんだ。微妙に時期が早いわね。それでね、もしもの話だよ。ええ。もしもこのひまわりの種を校庭に植えて、それで芽が出て花が咲いたとするよ。ええ。したらまた種ができるよね。その話最初から最後までまたこの言葉でやる必要あるんか。ええ委員長もええって毎度毎度ちゃんと一呼吸入れてくれる。そしてその種をまた全部植えて花を咲かせてさ、またそれで種を植えるの。そしてその次にできた種も植えるのね。うん。そしたらどれくらいで工程いっぱいになるかな。そうね、天候とかがすごく良かったら3年もすれば校庭いっぱいになるんじゃないかしらね。卒業してるな、おいら卒業してるな。まあそんなに広い校庭じゃないしな。じゃあさ、この朝門全体をひまわりの花でいっぱいにするにはどれくらいかかるかな。地方の自治団体かこれは。朝門全体、難しいわね。なんだなんだ、何の話だ。俺も混ぜてくれよ。おう、よう退学やろ。あのさ、僕ね、ひまわりの種拾ったんだ。おう、うまそうだな。お前も空気なんか。食べちゃダメじゃないのさ。それでね、もしもの話だよ。おう。もしもこのひまわりの種を校庭に植えて、それで芽が出て花が咲いて、あー、キリがない。結局話、はるかのキリがない話は次の授業に始まる直前まで続き、危うく俺たちは危うく授業に遅れてしまいそうになったのだった。その恐ろしい事件はある一言から始まった。綾瀬先生の授業って異常なまでに雑談多いっすよね。別に普通だぞ。先生の普通は水の入ったコップを逆さまにしても水がこぼれないからな。なあ吉野さん。雑談は多いと思うな。じゃあちゃんと授業したらお前聞くんかって、黒薙に言ってやりたい思って。おい大学野郎。丸一時間すべて雑談で消化することもあるわね。俺は好きだけど、そういう授業。もしかして先生って雑談なしじゃ授業できなかったりして。お前に言われたらすごい腹立つな。そりゃ聞き捨てならん、まことに遺憾である。というと先生が教科書を開いた。大切なことだからもう一度言う。あの綾瀬先生が教科書を開いた。雑談ばかりに花を咲かせて教科書を一度も開かずに授業を行っていた、あの綾瀬先生が教科書。受講希望もあったことだし、久々に俺プレゼンツ、本気の真面目な授業でも開講するか。とうとう綾瀬先生の真の授業実力が明かされる。10分が、なんてことだ。あまりにも難解で単語列に眠気をこらえて聞いていたら頭痛がしてきた。黒薙が泡を吹いて失神した。だからお前は退学野郎なんだよ。あまりにも真面目な授業内容についていけずに、次々に生徒が夢の中に崩れて落ちていく。地獄だ。俺たちは眠れる獅子を起こしてしまったのか。いや、そう言い方は適当じゃない。俺たちは地獄の釜の蓋を開けてしまったのだ。
教室は文字通りの地獄絵図。俺は薄れていく意識の中で思った。そういえばこれと似たような状況の七不思議があったような、あったな、前に前回のパートで言おったな。なんだお前ら、だらしないな。ひ、一つだけ聞いていいですか。なんだ、わからないところでもあるのか。綾瀬先生、今まで本気を出して生徒全員撃破したこととかありますか。赴任したての頃は気合が入って毎回のようにやってたぞ。お？だけどみんなついてこれなくてな、少し気楽に構えることにしたの。ああ、それで今のスタイルになったんじゃ。はあ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 、今わかった。朝華道学園の七不思議の一つ、昏睡教室はこの綾瀬先生の本気の授業が巻き起こした事件だったのだ。七不思議の原因、お前かい。今日も昼も俺は屋上へと来ていた。そして今日も少女はいつの場所で風を受けていた。いや、今日もいい天気だな。俺に気づくと少女はお辞儀をする。俺は少女の横に並んでしばらくそこから見える風景を眺めていた。確かにこの学校の中で一番見晴らしのいい場所だ。この風景は絶景と言ってもいいだろう。だがいくら素晴らしい風景とはいえ、何分も見続けているとさすがに飽きる。この少女はよく飽きないな。俺はそんなことを思いつつ空を仰ぐ。そこには透き通るような青い空が広がっていた。雲一つなくどこまでも青く、どこまでも続いている、そんな気がした。おー、ジャパニーズピーポー、雲あるよ、雲割と結構あるよ。そんなことを思っていると、ふと少女がこちらを見ていることに気づく。そして少女は口を開く。この空。え？この空はどこまで続いていると思いますか？どこまでって。そんなこと今まで考えたことなんてなかった。この空は一体どこまで続いているんだ？あ、この疑問をさ、黒なぎに投げかけるなよ。毎晩電話で起こされてまうからな。この空の青は私たちと同じ世界に存在していますが、それでいて同時に世界にも通じているのです。別の世界？え？ワイト中二病なん？少女はゆっくりとうなずく。もしかしたらすでに会えるはずもない人のもとへとつながっているのかもしれません。会えるはずもない人。その言葉を口にすると、なぜか俺の胸の奥が痛んだ。俺にはそんな人なんているはずがないのにな。時を越えて、この空を越えて、巡り会いたい人。それって次元の壁も越えれるんか？だったら俺は加藤めぐみと出会いたい。冴えないヒロインの育て方。少女は自分の頭の遥か上を見上げる。その瞳に映っているのはあの青い空だろうか、それともその先に続いている世界の方なんだろうか。こんなにも日差しは眩しいのに、こんなにも風は穏やかなのに、あの青すぎる空を見るとどことなく底知れぬ怖さを感じてしまうなどと思っていると、少女は微笑んで言った。もっとも、あの空がどこに通じているかなんて実際には分かりませんけどね。
そう。あの空の本当の青さに気づかない限り。空の本当の青さ。少女はそれ以上何も言わずに青い空を仰ぎ続けていた。青い青い夏の空を。何が言いたかったん？あー、またなんかこんな BGM 流れてきたBGM もなんかちょっと新しいもんだんだん出てきようよな。大抵学園には何らかの物騒な噂があるものだ。今回はその中の一つについて。はるかは知ってるか？何なのさ。この学園で昔起こった猫騒動のことだけど。米騒動じゃなくて猫騒動？ああ、俺も用務員さんに聞いて初めて知ったんだが。俺はそう言って話し始める。昔この学園で一匹の黒猫が悪い生徒たちに面白半分でいじめ殺されたんだよ。ウサギを虐殺するのと同じ感覚でな。ひどい。それでさ、怪奇なのはその後だよ。それからしばらくして学校の中を不思議な猫がうろついてるって噂が。不思議な猫？ああ、影みたいに黒く見えるんだけど実体がないんだそうだ。用務員さんも一度見たことがあるらしい。怖いよ。本当に怖いのはその直後、黒猫を殺した生徒たちが次々と原因不明の開始を遂げたことなんだ。ああ。全員詳細に言うことも戸惑うくらい無残な死に方なんだが、知りたいか？やだ、知りたくない。そうか。かわいい声だな、はるかちゃん。その影のような猫は殺された黒猫の怨念で、悪い生徒たちは呪い殺されたんだと、そう囁かれるようになったんだよ。おい、今はもう復讐は終わったんでしょ？もう今はいないよね。いや、怨念は思ったより深く、その後も消えなかったらしい。なあ、はるか、知ってるか？この学校に迷い込んだ猫って。そういえば、部活中に猫が迷い込んでくることはあるけど、同じ猫って二度と見ない。だろ？それもな、噂によると、黒い猫の怨念が迷い込んだ猫の体を取り込んで、実体を得ようとしているからなんだそうだ。わあ。何のためにさ。決まってるじゃないか。猫に害を与える人間たちを殺すためだよ。おお。ああ、はるかちゃんが泣き始めた。ああ、よしよし、俺の胸の中で泣いてね、はるかちゃん。というわけで、はるかも注意しろよ。少しでも妙な動きすると呪い殺されるかもしれないからな。なあと話していると、俺らの前を一匹の猫が通り過ぎた。野良猫か。どこかから迷い込んだんだな。タイミングが良すぎる。あの猫も失踪しちゃうのかな。そんなこと俺にわかるもんか。願わくば、この猫には無事に学校を脱出してもらいたいものだ。猫にゃん、猫にゃん、猫にゃん。あーと、委員長が猫にゃんモードになっちゃった。何か今はものすごい勢いで何かが目の前をかけていた気がす。猫にゃん、かわいい。かっかー。委員長のおっぱいも大きい。ふっかふか。委員長。猫にゃん、猫にゃん。おっぱいぱい。今猫騒動の真相が分かった気がした。過去の怨念や
因縁の噂は何の関係もない。委員長が学校内に来るでこう、こうやっていじくりもあるから二度と来ないだけなのだ。嫌がられてるやん、思いっきり嫌がられてるやん。この委員長こそがあざかどう猫騒動を巻き起こしている張本人なんだ。こんな事実に無責任な噂が加味されて階段だらけが人歩きする。まあ階段の真相なんてほとんどがこんなものなのである。俺が猫だったら俺委員長の胸元とかに放り込む、入り込むんやけどな。授業が終わった。どうした高崎、顔色悪いぞ。あれ黒薙まだ退学してなかったん？いや今すっごい悪感が、多分虫の知らせの一種だと思うんだが。なんだ、おかんのおかんが？大丈夫か、一度保健室の主に見てもらった方がいいんじゃないか。おかんどころかすごい震えるわお前。すっごい震が止まらんようになるわお前。見てじゃなくて見てなのな。一体何を見てもらえと言うんだか。それはまあ何をというか何をというか。芝刈りやるかお前。最低だなお前。何を今更。やめろその顔。それもそうだ。さて。そんな話をしながら進みに行くっていう選択肢出すなお前。残念だが保健室に用はない。さて帰る準備でもするか。あら、そなたちゃんじゃないですか。久しぶりに見たね。またこいつか。俺が見たところ、綾瀬クラスの生徒はほぼ全員倒されているはずだ。あ、そうね。あ、実況動画にはしてなかったけどね。裏の選択肢でね。前に黒薙と戦って黒薙に勝ったところは見せたと思うけど、別の選択肢選んだら、あの、委員長と戦った時と、はるかと戦った時の2パターンあってね。まあざっと言うと、委員長と戦った時はさ、私はなんだみたいな、ね、なんか問題対決でさ、あの問題の出し合い対決しようみたいな話でさ、あ、頭の良さを競うんかなと思っとったらさ、私は何型だみたいな、そんな感じのさ、そんなわかるかボケみたいな質問されてさ、わからなかったら、じゃあ私の勝ちだみたいな感じで勝っていくっていう横暴なことしたね。で思って、はるかちゃんの時ははるかちゃんの時でさ、部活行っていないとかそんな感じでおらんかった時でさ、じゃあ私の不戦勝だなーみたいな感じで帰ってきたよな。さあ今回は誰がターゲットだ。最後はお前だ、やっぱカズト君か。やっぱり俺か。お前の得意なものはなんだ。俺の得意なもの、雑学やな。そういえば何なんだろうな。別に部活もやってないし、特にこれが特技だってこともないしな。なあ黒薙、俺に特技ってあったっけ。黒薙は知っとるだろう、雑学がすごいって。そんなこと俺に聞くな。お前、俺の特技とか、お前何かあるか、何かあるやろお前。てかお前、あんだけ何度も何度も雑学講座とかそんな感じで、いろいろ物事を聞きに来るくせにお前。そう言わずに教えてくれよな。お前の特技といえば、あれだろう、パズルゲーム。なあ、熱奏カズト。パズルゲームなん？確かに。あ、本人も、確かにってなるんじゃ。だったらパズルゲームで勝負だ。とはいえ、ここにゲーム機なんてないでしょ。そっか、他に何かないのか、他に。あとはクイズとだな、雑学王カズト。いや、ようやく出てくるんか雑学王。雑学の話ようやく出てくるんか。一番最初に出てくるかなと思ったけど。だったらクイズで勝負だ。クイズ。対委員長の件を考えると却下。あー、そうそうそう、これよこれよ。選択肢、俺多分動画では選択肢、この選択肢選んでなかったけんな。さっき言った通りの委員長の話ね。じゃない。
まだ理不尽な問題を出されそうだし。クロナギ、他にないのか？他には。だったらさ、あれじゃない。お互いの性感帯を触り合って、先に行った方が負けってのはどうだ？ないな。ないのかよ、無能か。ああ、お前がな。お前に言われたら嫌やな、なんか。クロナギよ。あ、そうだよな。俺か。カズトがすごく傷ついてる。だったら結局何で勝負するの？なんもないな。そうだな。クロナギは少し考える。そしてならば一層第六感で勝負したらどうだ。何それ、第六感、シックスセンス。なんだ、セイントセイヤの話でもしてんのか。第六感って何なのさ。直感、インスピレーション。五感では説明がつかない物事の本質をつかむための超感覚のことね。そんなどうやって競うんだ。それを競うためにはどうしたらいいのか。いろいろと方法はあるが、最も手っ取り早いのはこいつだな。そう言って黒なぎが懐から出したのは一つのサイコロ。まさか。うむ、方法は単純明快。こいつを俺が振るから、偶数か奇数かを当ててくれりゃそれでいい。ああ、直感的な話やな。確かに、それが第六感。ああ、面白そうだろ。黒なぎ、なかなかいい勝負方法だろ。じゃなくて、そのサイコロ、偶数しか出んぞ。なんだそのサイコロ、偶数しか出んってん。お前、俺はゲスした表情で黒なぎの持ってるサイコロを顎で刺す。あ、これは俺の仕掛け用の方だった。いつもそれでイカサマしてたんだな。イカサマ用かよ。イカ様じゃなくてタコ様かもしれんぞ。いや、意味わからん。しばくぞ。まあ冗談はこれくらいにして、サイコロよりももっとはっきり結果の出るものがあるぞ。なんだ。ああ、表裏ね。ああ、そういう感じか。表か裏か、この方が単純でいいだろ。確かに。そなたはこれでいいか。俺様はそれでいいぞ。よし、ならば決まりだな。おーっと、直感力勝負だ。それを言うと黒なぎは効果を片手に置く。勝負は一度きり。いいな。いいぞ。ああ。おやとそなたがそう言うと黒なぎは満足げにうなずく。よーく見てろよ。えいや。黒なぎはコインを投げると、それを銃で手のひらで挟み込む。本当に一瞬のことだった。さーて、表か裏、どっちだ。効果は激しく回転しながら宙を舞っていたので判別は難しい。だけど最後は表のように見えた。視覚的には表のまま黒なぎの手の中に吸い込まれた。いや、あの感覚で快適にすると手の中に収まるときには裏じゃないのか。だったら表じゃなくて裏でいいのか。いや、ちょっと待て、落ち着け。俺よく考えるんだ。それこそが最大のミスリードなんだ。確かにそのまま行くと裏になるかもしれない。だけどそこで裏になる前に黒なぎの手で回答を止められていたとしたら、やっぱり表じゃないか。いや、ちょっと待って、第6回の勝負なのにすごい思考入ってるし、読みが入ってるし、何が第六感だって感じになってきてるよ。なぁと考えた末に俺は言った。表だ。それで本当にいいんだな。ああ、問題ない。なら俺様は裏だ。黒なぎは俺らを見て不敵な笑みを浮かべる。ならば、いいな。そう言うと黒なぎは効果の上に置かれた手を退ける。現れた効果は、なんだ。まだ帰ってんの。うわ、突然入ってきた綾瀬先生とクラギが衝突し、効果は高く舞い上がり窓の外へと消えていった。ああ、
ごめんごめん、大丈夫か。こうして園田対綾瀬クラスの全生徒との対決は結果的に綾瀬先生の手で水入りになったのだった。なんじゃこれあ、そのままなんかその後との話になったの続いとんで。あんなところで綾瀬が来るとは俺様も想像つかなかった。ああ、俺もだ。そうそう、できるか。しかし残念だな、カズトと決着つけられなくて。なんならもう一度改めてコインの表裏で勝負するか。同じ勝負は二度やりたくないぞ。なんじゃそれ飽き性やな。そうか、じゃあやっぱ相手の正反対を触り合って先に行った方が負けたゲームすんか。そういえば一つ聞いておかなければならないことがあったんだ。なあそなた、どうしてこんなことを思い立ったんだ。一クラスの生徒全員に勝負を挑むなんてさ。確かに。でも違う勝負ならやってもいいぞ。答えになってないっていうか話聞いてない。聞いちゃいね。いや、ここはスマッシュブラザーズで。まあなんだ、また機会があればな。カズとは何やりたい？ねえねえねえ。いや楽しいだけかい、これ勝負するか。楽しいだけかいこれ。あーもうそろそろめっちゃ揺れるや。帰るぞ。めっちゃ揺れるや、そのたちゃん。でもおっぱいは揺れない。なんでだよ、お前のおっぱいどんな固め方してんだよ。カズと、どう考えてもおっぱい F カップぐらいあるのになぜ揺れない。こうして訳が分からないままに当分姿に振り回されてドタバタな日々を送るであろう予感を感じた俺だった。まあこういうのも悪くないかな。なんだ、結末は必要ない。なあ終わったー、そういう感じのやつかい